人間に潜む怪物ということで、ブルーロック第2話が放送されました。第1話が放送された時、ブルーロックに目をつけてなかった人がアニメを見て一気にハマった人が多くて、かなり嬉しかったですね。第2話も作画含めクオリティ高かったんで、この調子でいくと人気爆発するかもしれないですね。早速原作と比較しつつ物語に沿って解説していきます。まず冒頭でついにアンリちゃんが登場しましたが、原作では第1話の冒頭のシーンです。アンリちゃんの夢が日本がワールドカップ優勝することなんですが、このセリフのシーンが原作とは印象が違うかった。原作だと割と暗い感じなんですよね。とりあえずブラツタのクズさがカットされなくてよかったです。あとモブのしかし胸でけえっていうシーンはカットされてました。ちなみにデニゲバダヌキも心の中でそう思いながら話してます。ここからは前回の続きですが、この鬼ごっこは何の意味があったのか。広さはペナルティーエリアと同じで、これはストライカーが7割以上ゴールを決める場所。136秒というのは1試合で1人のプレイヤーがボールを維持できる平均時間。このゲームには鬼側も逃げる側もサッカーの技術が要求されます。そしてキラ凌介はなぜ負けたのか。残り1秒で諦めたからです。キラ凌介の能力があれば最後攻撃を受けてから1秒あればイザラシに当てることは可能でした。諦めたらそこで試合終了。負けるべくして負けたんです。この負けた時の顔芸がこのアニメの一つの武器で、原作でも迫力のある顔が多くて、あの顔が見たいっていうシーンは多いと思います。今回は原作よりも迫力のある顔になってて、これは今後かなり期待できますね。そしてバチラとイサギはイカれています。イサギはシュートを外してたら負けてたし、バチラに関してはイサギが触らなかったらその時点で負けなんですよね。この2人の強さがよくわかるシーン、それが2人の自主練なんですけど、この時点ですでにえげつない量のトレーニングをしているはずなのに、さらに自ら追い込んでいて意欲が高いんですよね。だからこそ鬼ごっこで活躍したり、エゴが強い証拠にもなります。そして見たかったシーン、バチラに潜む怪物。この怪物の映像、今話題の CG なんで反応が怖いですけど、実はアニオリなんですよね。イサギにパスを出したのも怪物がそう言ったからで、イサギにも怪物は存在するらしいです。この怪物の正体が何なのかも注目していくと面白い。そしてここにいる者たちは今までサッカーを通じて勝ち負けしか決めてこず、人生をかけたことなどあるはずもないです。しかしストライカーや世界の選手は日々全ての試合に人生がかかっている。それを体験できるのがブルーロック。これサッカーだから伝わらない人も多いと思いますが、みんなの人生で一番大事なもの、それをかけて勝負していると考えたら、この勝利の喜びが想像できると思います。このようなシステムがあることでエゴが強いストライカーが生まれるんです。そしてここからは11人はチームとなり、共同生活が始まります。協力、裏切り、ライバル、何が起こるかは予測不能。最下位をかき集めたチーム Z が誕生します。見てもらったら分かると思いますが、最下位チームとはいえども、身体能力の高さ、サッカーの技術の高さ、どれをとっても優秀な人間しかいない。これよりも強いのがゴロゴロいると考えたらヤバいですよね。しかし一つだけ忠告しておくと、エゴジンパチは何人いますか？一人ですよね。僕が言えるのはこれだけです。そしてこの生活ではトレーニングが中心で、ランキングで食事が変わります。このランキングは常に変動していきます。そしてついに次回から試合が始まります。それが総当たりリーグ戦。11人全員がフォワード。今あるサッカーはポジションがあり、歴史で成立したもので、それをゼロから作り直す、そして一人の英雄を生み出す、これがブルーロックのサッカー。この2つの意味はアニメを見ていくとわかるはず。そしてその英雄を待つ者、それが意図しさえ。この人が何者か簡単に話すと、世界一にしか興味ない男。ポジションがミッドフィルダーで、日本に最高のストライカーがいて、高難易度のパスが受けれる人がいたら日本にいてもいいかなって考えてる人。だからブルーロックというものを見つけて一人の英雄に期待しているんです。超重要キャラなんで覚えておいてください。今回は数々のキャラがついに話し始めて、特にガガ丸は原作そのままの異質な雰囲気を出してましたね。エンディングでのサッカー場に集合するシーンが、ついにゲームが始まるって感じがして、こんなワクワクするアニメ久々です。相手はチーム X、 僕の一番好きなキャラ馬狼翔英がいるチームなんで、めちゃくちゃ楽しみですね。ゼロからのサッカーという言葉を覚えておくとより楽しめると思います。という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。